はい、おはようございます。8月18日朝5時の相場解説になります。昨日までね、3つの点についてお話ししておりました。まあ月間でずっとセルの方に向かうよということ、そんな8月の動き、そして110円の335がブレイクポイントになりますので、そこを割って下の方に向かったら迷わずにセルに入ってくださいということで、大きな利益を掴んでいただいたと思います。そして3つの点なんですけども、3つ目の点はフォーメーションですよね。こういうふうに広がりながら下の方に下がっていくって形、要するに上底って言って上の辺はね、もう限りがあるけども、レジサポラインがまっすぐ横にできているけども、下の方はですね、なだらかに開がっていくっていうことですよね。これを昨日お話してそれを確認しました。ですんで、まだまだねセルの方に向かうよっていうことで昨日はお話したんですが、こっからはまた N を書いて一旦上を上がってね下に行く可能性もありますし、やっぱりねフォーメーションっていうのも、なかなか当てにならないところがあるんですよ。要するにフォーメーションっていうのは今までの形から将来の形を占っていくって形なんですけども、その蓋然性が強いというだけでそうならないこともあるんですよね。まあですんで、昨日の時点ではロスカットを入れてエントリーする人はエントリーしてくださいねってことをまた厳しく繰り返しお話したわけなんですけども、いかがなったでしょうか。実はですね、昨日は上昇局面がありましたんで、ちょっと一旦休むところになったと思います。ではその辺も込みで今日はどういうふうに対応していけばいいのかお話していこうかと思いますので、画面を切り替えてご覧ください。どうぞこちらです。まずデイリーなんですけども、デイリーでまず見ておかなければならない点は、横一線のところがありますよね。そして広がっていくところ、こういう風な感じです。まあ、だから、このダウントレンドは、ここで一旦、陽線で昨日はまとまってますけども、またもう一回下に行くんではないかなってことを考えていかなきゃならないってことですよね。だから、今度はね、またセルのエントリーポイントを見ていくってことになります。はい、セルのエントリーポイント、どこら辺になりますかね。まず考えられるのはここですね。こことここを結んで横にビューっていくところです。ですんで、今からセルに入るのもちょっと考えものですし、もうちょっと様子を見た方がいいのかなと思いますよね。まあ、レジサポ転換起きてるわけではありませんから、これはね、ぐーっとセルの方に行った人が利確をしたので、相対的にバイの流れが強くなっただけなんですよ。ですので、この場合も、まあ、ロスカットとかね、巻き込んでいって、また反転するときが来ますから、そのポイントがここなんじゃないかなと思うんですよ。でそうすると、ここからまた下がっていくということですので、109円の、まあ、720から825のあたりでエントリーポイントが来るかなと思ってます。で、もう一つなんですけど、考え方としては、1時間に現れてるんですよね。1時間に現れてるエントリーポイントはここですね。ですね、もう間近です。109円の750あたりまでこのえぐれは進むんではないかなと。そして N を書くようにまたねトレンドの方向に進んでいくんではなかろうかっていうふうに考えることもできます。ですので、今日中に見なければならないのは109円の750まで達するのか達しないのか、これをどういうふうに突き破っていくのか、それとも反転するのかっていう、まあ、小さなね、ポイントが1個あるってことですよね。ということでね、大きな利益を連続して取った後、昨日は、私の場合は解説はしたけども、エントリーはしませんでした。まあ、それが功を奏して、やっぱりね、1回、2回と連続して当たると3回目はね、ちょっと考えますね。場合によっては3回連続で勝利することもありますけども、そうすると4回目は私は、エントリーしません。大体3回やってうまくいったら、もう4回目は予測だけしてやらないみたいなね。で、3回凹まされたら4回目は相当自信があっても、4回目も様子を見るって感じで、良きにつけ、悪しきにつけ、予想通りに行き過ぎた時、予想通りに行かなかった時、どちらも冷静さを欠いていく、そのボルテージが上がってきますので、一旦相場から離れてですね、エントリーしないことを前提に1日見ると、またスッキリとした気持ちで仕切り直せるんじゃないかなと思います。それが今日のことなんで、また冷静にお伝えできました。一旦上がってますからね、またセルのエントリーポイント探していこうよってことで、今日は2つの点をお話ししましたけども、いかがだったでしょうか。1時間軸でのセルのポイント、4時間軸でのセルのポイントをお伝えして、今日は終わりにしたいと思います。まあ、ですので、今日はね、私エントリーは、しますね。売りの方で。そんな水曜日にしようかと思います。それでは失礼します。